武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは東京工業大学の物理の勉強について話していきたいと思います。こちら時間が120分とですね、理解以降で120分、非常に長いですね。で、大問が3つ、なんですが、その1つの大問に対して10問ぐらい、10問前後ぐらい問題がやはり出ますので、まあ、一個一個は非常に、ボリュームがある、問題となっています。で、その問題自体の難易度なんですが、全部の問題が難しいというわけではないです。要はスタートが基礎標準的な問題から始まって、最終的に大問の最後あたりは、とてつもない内容になってくると、まあ、全部完答しなきゃいけないというわけではないので、そこまで全部いるかどうかって言われると、まあ、時間考えてもどの分野も全部そこまで完璧にというわけではないんですが、ただそうは言ってもやはり、東大レベル、まあ、あるいはそこの上乗せレベルをちょっとやっていかないとっていうところまで、やっとかないと結構辛いかなとは思います。ただですね、それ以上にしっかりやっておかなきゃいけないのが、ここは論述問題とか図を書いたり説明問題っていうのも出るっていうところもそうなんですけど、そもそもどう解いていけばいいのかっていうのを自分で考えてやっていかなきゃいけない。つまり暗記で乗り切るのが結構難しい物理を、出題してくるんですね。なので、例えばその名門の森だったり重要問題集だったりっていうような問題集が終わった時点で、一度教科書なり講義系参考書をもう一回丁寧に読み返して、基本的な理屈とか、本質理解という部分ですねを、難しい問題集、やりながらでも構わないので、一回丁寧に、そこを理解し直しておいた方がいいとは思います。なんでそうなるのかわからないけど、難しい問題だけ解けてるっていう状況だけではやっぱり乗り切れない領域にここの問題はなってくるので、そこの、物理の理屈ってちゃんと分かってる、説明できるってところまで、一回、自分の理解を掘り下げてみると、いいかなと思います。で、その東大レベル、でその教科書などの、確認終わった上でさらに、やれるものが、時間があるようであれば、難問題の系統とその解き方や標準問題成功など、非常に難易度が高い問題集も、全分野じゃなくても構わないので、特に、出やすい力学電磁気、あたり、優先的にやっておくと、いいんじゃないかなというふうに思います。で、先ほど、言った話にもなりますが、基本的にここの問題解くときに心がけることっていうのは、おそらく解けない問題が出たときも、その難しい問題集やったらできるっていうよりは、そもそもこの分野ちゃんと理解してたっけみたいな、もっと基礎の部分を何というか深く掘り下げるっていうところの方が、できてないために解けない、ケースの方が割と出やすかったりするので、そこはですね、今までの勉強以上に講義系参考書だったり教科書の、必要性が増してくるので、例えば物理教室だったり、宇宙一分かりやすい、高校物理だったり教科書だったり、ワクワク物理探検みたいだったり、面白い方だったり解放の大原則だったり、いろいろ講義系参考書いっぱいあるんですけど、そういうものの、自分の、花にも武田塾のルート、であればワクワク物理探検隊とか物理教室、あとは、橋本先生物理基礎始めからというのですね、理解助けるものとして使いつつ、やっていくといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、非常に難易度は高めなので、それに合わせて、しっかり対策を行っていきましょう。以上が東京工業大学の物理の勉強となります。